どうも、すまきです。今回はね、こちらのゲーム、青鬼をね、やっていきたいと思いまーす。というわけで皆さん、いや、実はね、この青鬼、ただの青鬼じゃないんですよね。なんとね、3D 青鬼になってね、帰ってきました。は <laughs> ははは。3D 青鬼ってなんだよな。まあ、とりあえず、まあ、わかんないんで、とりあえずやっていきましょうか。開始と。えー、どんな感じなんだろう。4D 青鬼とか出てくんのかなそのうち。まあ、わかりませんが。はは。 3D 青にやってくかえー、っとあ街町外れにある館あここら辺は同じ感じかあの赤い屋根の館に行くのかそこに化け物が出るという噂が流れたのはんなんだつい最近のことだあーこんな感じだったっけわかんねえ忘れたわおおお,お始まったああっ拓郎あっ拓郎たけしみかお前久しぶりだなお前なんか 同窓会みたいな感じになってるわ。えー、こいつがタクロ郎かなわかんない。中身は意外と綺麗なんだな。うん。えー、寒いと思うのは私だけミカなんかお前ミカ可愛くなってないかキャラでさ。ちょっとさ、これ、えなんかお前顔違いすぎだろお前。<laughs> えー、ちょ、ちょっと、ここから出ようよ。たけし おい、たけし、久しぶりだな。お前、母ちゃん元気してっかそれ、ゴーだ、たけし。はい、なんでもないです。えーと、どうしたんだたけし、怖いのかあ、皿が割れた音聞こえたかなちょっと音量小さいかえー、ちょっと、ここから出ようよ。たけし。お主人公。お、俺ですね。えー、バカバカしい。怪物が存在するわけがない。非科学的だ。あー、あのね、ヒロシ。主人公はね、あの、透かした感じなんですよ。ね、ねえ、ヒロシくん。 気をつけて <laughs> あれたけしあれそんなたけしめめしかったかあっそうつかお前ら何棒立ちじゃなえどうしたもう直立不動じゃんもうなんか何ええまあ、いいかとりあえず行くかえじゃあさ俺こっち行くからさお前らさそこに絶対行ってくれよおい3人とも絶対行ってくれよ俺こっち行くからさこっちで皿の破片多分取るんでしょうね絶対いろよあまだいるか お、いるね。えーあー、つかさ、作り、こんな感じだったっけなんか狭くね。<laughs> えーじゃあ取るか。これあ、ありましたね。えぇ、ー、これどうやって取んのあー、プリーズトゥー、あー、あー、左ボタンで取りましょうみたいな。あ、オッケー、取った。おい、絶対いるわよおい、3人おい、3人あー、いいねーもう、お前らさ、マジかよえぇ、ー、じゃあ、とりあえず、皿の破片をゲットしたっつうわけで、多分、まあ、ここら辺は開かないんでしょ もう,開ませんね、うんね出口も開かないとあれあもうもはや調べらんないここさここさ青鬼の影が出るんだけどどうおお充実だなすげえ青鬼いましたねえこれさ何回もさガチャガチャしてたらさ開くんだけどさあそこはあそこは今回はできないというわけでまあここも開かないでしょじゃあとりあえずたけしのところ行きますか たけしは多分ね、あー、二階。あれ、二階。こんな絵なんてなかったぞ。あ、プリーズタブで、えー、インベントリー。あ、なんか見れる。あ、皿の破片見れるというわけで。あれ、二階。ちょっと探索するか。あー、二階。こんな部屋あったっけ三階は三階狭いなぁ。三階。もっと真っ直ぐさ、一本道やったんだけど。あ、多分どこも開かないでしょ。開きませんね。 えーじゃあ、たけし。たぶん、たけしはこっちかな右の部屋だった気がする。よーし、うわー、なんか、ちょっと、ちょっと違うけど、絶対このタンスの中さ、たけしいますよ。いきますよ、たけし登場まで、3、2、1、オープンおー、いたー <laughs> たけしお前、震えてるかガクガクガクみたいになってるかあれあれ、たけしに話しかけられない。おーい どうしたお前、隅みっこ暮らしみたいになってるぞ、お前、たけし。えー、じゃあ、話しかけられないのか。あ、で、ここで、ここにね、なんか鍵落ちてるんだよな。えー、ちゃんと忠実になってんな。ライブラリー機。あ、図書室の鍵か。あー、オッケー。じゃあ、たけし、ちょっと閉めてあげたいな。じゃあ、そこにいるんだぞ。えー、じゃあとりあえず、ライブラリー機、図書室ですね。図書室はね、確かね、こっちなんすよ。 この暗いところ。なんでこんなここ暗いもっと明かりつけろ。え、ここですね。行きますよ。オープン。あれあれあれどこ暗すぎあいたああそうだ青にいましたね。でさあ、これ、図書室なのめっちゃ普通の、あ、2スプリント。あ、シフトで走れるよ、みたいな。えー、何これ図書室ちょっと青にいるかわ。おう、いるかあ暗すぎて何も見えないと。 えー、じゃあ、これ、多分、ここなのかな机なんか調べられるけど。画面どうしたこれ。なんか YouTube のさ、なんか、あと何秒で始まるようみたいな画面に似てるな。えー、じゃあ、これ撮っていきましょうか。えー、撮るかこれ絶対さ、何あれあれ撮るあ,あ、これジャンプできる。えー、この青にジャンプできんだけど。<laughs> えー、じゃあ、撮って、あー、ありましたね、鍵。絶対来ますよね、これ。いきますよ。3、2、1。 お来きたきたきたあ待ってあくっかッカッポー来きてあーああバッチャクッソマジかよえー、えっつすぎない ?3D アオにってこんなむずいよーし戻ってきて今度こそは絶対逃げ切ってみせるもうちょっと練習しようかなえここを取ってここを取ってはいあー今の絶対失敗したわえー、ここを取ってはい よし、オッケー。この感じ。いきますよ、皆さん。3、2、1、5。いいよ、いいよ。今、いい感じ、いい感じ。お、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 たけし。逃げろ。おに、あ、入ったのおいえ、な、横に入ってる待って。あおーもうやだーえ、今の無理なのえ、じゃあどうやってやれっつーのおーいえ、マジかよー うわあよーし、やっとここまで戻ってきましたよ。つーわけで、今度こそはマジで成功させてみせる。これさ、もうこれ、これでいけるってことは気づいた。これを、こう、もうまっすぐ、後ろ向きで下がってこう。よし、オッケー、準備完了。もう絶対もう逃げてみせる。あれ取れるいきますよ。はい。はいっと。あ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。 あ、なんで詰まった今。お、いけるかおねがい、お願いします。お神様。神様。ギリギリス。おせおせび。あー、まし、青に来んな。お願いしまーす。あれあれ来ないあれあれ俺いつまで耐えればいいのたけしの気持ちが分かってきたぞ。おいえ、大丈夫え、いつまでこうしてんのもう出れる ちょっと出るか。おっしゃー逃げたーよっしゃーえー、たけしどこ行ったおいあまた隠れられんのか。えー、なんか鍵落ちてる。えー、っと、バスルームキー。あー、あのー、浴室の鍵か。えー、じゃあセーブしたいんだけどさ、マジでさ、このゲームセーブできねえからさ、ゴミなんだよな。なんでもないです。製作者さん、あのね、あの、なんでもないです。えー、じゃあとりあえず、バスルームキーでしょ うわあと。え、ここ、こん中入るか。うわ、開けちゃった。うわ、ちょっと来ないでよ。マジで、青にさ、マジで、早すぎる。早すぎる。本当だからだみたいな。あの、あー、水抜いて、あ、鍵。あれ、鍵だったっけえー、ベッドルームキー。ベッドルームキーをゲットしたというわけでさ、なんかちょっと、ちょくちょく違うな。つくさ、なんか、たけしのさ、 ハンカチとか落ちてるんじゃなかったっけああ、ここって開いたっけちょっと、あ、ちょっと閉めて。なんこれ。えー、ピ、ピ、なんだこれピ、ピ、えー、なにこれえー、なに ?4 番 ?4 番なにピ、フィブススクラッシャー。わからんわ、あ、洗剤か、これ。あ、洗剤落ちてた。ソープ。洗剤ですね。 よーし、じゃあ、ベッドルームキーを必要なんで、ベッドルームキー、あ、必要っつか、ここか、ま。あ、いた待って、ミカミカちゃんミカちゃんいたなえー、これ何なんかタオルえー、ハンド、なんかタオルみたいな、そんな感じか。ミカお前ミカも震えてんのかえー、っとあえあ俺何した今。 あ、洗剤となんか使ったのかおい、ミカミカお前、そんなところで座ってどうした体育座りして。なんかパンツ見えそうだけど、大丈夫かああ、えー、拓郎はじゃあ、えー、拓郎町かミカちゃんはつか、なんだこの部屋。なにこの部屋こんな部屋なかっただろおいえ、3D アオンになってなんか、全体的にさ、部屋の配置が変わったね。まあ、とりあえず、えー、っと、ハンドソープ あ,のあ,あハンカチとなんかあの洗剤混ざったっていうことでえ何するんだろうちょっと全部開けてみるかえこれさあ,あ開いたえここは何ちょっと閉めてえー、っとこれはえー、っとトップウエストベッドルームえーえー、っと一番上の西の鍵みたいなえひヒロシ大丈夫かとああえ おびっくりした <laughs> あ、おそらく、お前、ヒロシお前、どうやって入ったえー、ヒロシ、えー、お前も見たのかあの化け物を。うん。ああ、あんな化け物がいるなんて信じられないよ。うん。えー、出口は全部塞がれている。俺たちは閉じ込められたんだ。そのようだな。えー、手分けして探そう。俺は一階を探す。わかった。気をつけて。おーお前、瞬間移動したの えー、お前ドラゴンボールの世界買い替えみたいなことしたえっ、ー、ここはああ入れるねえっ、ー、これ入れるの怖すぎだろちょっと待って俺何の鍵持ってるえー、っとベッドルームの鍵持ってるからえい、ー、番上のベッドルーム行けばいいのかなえー、これえー、これ何えー、これなにこの光えー、俺どっから入ってきたあ あ、ここまだなのか。つか、こんな部屋、こんな奥の部屋、行けたっけわかんねえわ。あ、そういうことか。待って、ちょっと待ってね。閉めて、これでさ、2番で、え、2番で、あ、ああドアノブをゲットした。ああ、やったやった。オッケーオッケー。ちゃんと光ってて分かりやすかったな。オッケー、ドアノブね。いや、ちょっとはめ込むところあるんですよ。で、これさ、待って。 これさあ、れじゃない動かして下に落ちてピアノの部屋行くんじゃないちょっと試すかうぅー、行きましたね。待ってくれ。ちょっと待って。これさ落ちた瞬間さ来るんじゃなかったっけえ、ちょっと、えー、怖え。セーブできないのが一番怖えよ、この青鬼。おお、びっくりしたゃえ、これはなんだえー、っと、ええ、ピアノルームキー。あ、ピアノルームキー。あ,ーあー、オッケー。 えーっと、じゃあ、これ金庫あるんだよな。あー、これで打ち込むと。あー、オッケー。この感じも似てるな。えーちょっと待ってね。えー、っと、どうやって戻んのこれ。えいくいくやってみる行く、行く。あ、ダメでした。あー、どうやって、完了すんのおい、戻れねえよおい、どうやって戻んだよ、このゲーム。あ、戻った。オッケー、じゃあ、ええー、ちょっと待ってな。ちょっと待ってな。これさ、 青に行くんじゃないのえー、じゃあ逃げ道はまっすぐ行って逃げるまっすぐ行って逃げるオッケーえー、よしオッケーじゃあ拭き取りましょうかんあれあれ使えないのあこれで3番に合わせて3番に合わせてあれ ?3 番合わせてああ拭きましたね941あもうやだもうやだ もう俺これ最初からは嫌だねえお願いお願い続きから続きからで会ってくれお願いしますお願いしますあー 3D アオーニー様お願いします <laughs> うわ、この感じは終わったーもうやだもうカットしまーすあーよーし、というわけでね、皆さん戻って参りましたよマジで疲れた。いや、何回もね、実はね、死んでます。<laughs> いやーじゃあちょっとやっていきますか。でさ、これさ、絶対来るんで、ちょっと逃げパターンをね、こういう風に考えました。こういう感じで、もう、もう画面を動かさない。この正面向いてやっていきますわ。で、多分いけるはず。もうここがね、重要なんで、ここの扉を出れさえすれば、もう後はまっすぐなんでね。よし、いい感じ。よし、行きますか。じゃあ行きますよ、皆さん。4番に合わせて、これを、 オッケーもう出る前からもう入っとく。オッケーか行けるか行ってくれ、頼む行け、行ったかわからん。あれ音鳴ってないから行ってるはずよし、出ますね、皆さん。オッケー行けましたお前絶対来るなよ。青鬼来んなよ。オッケーかよし、オッケーかちょっと扉閉めとくかいや、扉閉めとこう。えー、っと、17、あ、176。 ちょっと番号変わってるな。176でしょこれどうやってやるんだっけえー、っと、ちょっとね、あのー、176メモしないとこれ。うわ、めんどくさ。あ、ほに、ちょっと、ちょっとやり方忘れちゃったわ。ちょっとメモしときますね。176。176と。で、これが、1がこの、どのところで。で、7が真ん中で。真ん中で。えー、っと、6が。 こんな感じかよし。まあ、青にやったことある人はね、多分この仕掛けはわかると思う。よし。じゃあ、これで、こう合わせる感じですね。これに。ちょっとタブ閉じるか。ちょっと待って。タブ閉じて、そう。で、えー、1、1は、えー、っと、で、ここが真ん中、えー、なんかめっちゃ揺れてんな。どうした主人公、ひろし大丈夫かえー、じゃあ、えー、どうしようかな。どうやってやんだっけ ええー、わかんねえ、忘れたなえー、じゃあ、これは、1、あれ ?17、176、1とかちげえ <laughs> おいーマジかよえー、じゃあ、ちょっと消去。消去、消去どこやるのあ、どうやって開くのこれ。えー、っと、じゃあ、6、 六七、七、えっと、六七、六一違うのかよおい、どういうことだよちょっと待って全然わからんよーし、皆さん、お待たせしましたね。 あの、お待たせしすぎたのかもしれませんね。あのね、もうまじでわかんなすぎて、ちょっと攻略見てみきました。<laughs> えー、そしたらね、9761だと思う。これが9761って俺やんなかったっけ ?9761。わ、開いたー <laughs> マジでなんで開いたのかがわからんぞなんで9761になったの意味がわからん。えー、キッズベッドルームキーマジで怖え、マジで。えー、これさ、 ちょっと待って。もう一回来たらマジで死ぬぞ。キッズベッドルームキーってどこよキッズベッドルームキーなんか言いやすいな。キッズベッド、あ、あ、まだいるか。ミカ、ミカ、攻略見てきたよ。お前、ミカ、お前、なんだそこで。一緒にさ、謎解き手伝ってくれよ。え、キッズベッドルームキーってどこキッズベッドルームキーって何え、とりあえず、ちょっと入っとくう安心するな。たけしの気持ちが分かってよ。あ、ここか あ、ここは違うか。えー、っと、じゃあ、キッズベッドルームキー、どこだろうえー、あ、ピアノの部屋でしょで、ミカちゃんでしょで、ここはたけし部屋でしょたけしいるかいないもんな。えー、っと、キッズベッドルーム、一階か。一階か。ちょっとこえない、一階。あ、ここか。行ってないところ。開いたー。開いたー。いや、こっちさ、和室あんじゃなかったっけえー、なにこの部屋。 えあ、あ、何これめっちゃわかりやすくなってんななんかえこれ <laughs> えこれさあれじゃないえちょっとさここ行く前にさこっちにていいっすかあ鍵かかっててえー、ちょっと青に来たら困るなこれこれ絶対皿の破片でやるんでしょうえー、っと1番でこれあオッケーオッケーよしこれでえー、っとタブ閉じてああこれあれか 待って、2番。これ、開いた !OK! えーと、ドアノブつけて開けましたね。うわ、怖え怖えよ。なんでこんな暗いのキッズベッドルームキー、あ、怖すぎ。なにこれあああ、そっか、ああ、なんかよくわかんないけど、隠し扉見つけた。怖ええよ、マジで。え、なにこれあ、これあれか。あの、鍵取る前にこれ閉めないとあれやられるやつか。

えー、じゃあとりあえずなんか鍵ゲットしたんで何の鍵ベースメントキーベースメントキーってとこベースメントってなんか聞いたことあるなんか英単語だけどよくわかんないえー、っとじゃああこっちかうわセーブしてこっちやろええなんかえ何なにあな,なんかキャーやられてるミカ絶対やられたちょっとミカ見に行くかああもう出られなくなっちゃってる あマジかあマジンコ TV かよ。あもう見かじゃあ、サラバ。サラバかかゲロピーサイン。いやあなにこれ。なにこれお部屋。こんな部屋あったっけうわ、めっちゃ明るくなんじゃん。え、どうしたどうしたどうしたうん、なにアンチ部屋めっちゃここ明るいんだけど。え、電気代無駄遣いしすぎだろう。えー、じゃあ右から見に行くか。あ、右開かないと。えあ、左はちょっと、扉閉めとこうぜ。 よしオッケーうわ明るなんだベースメントキーあベースメントキーってえに 2, 2個目 <laughs> ベースメントキー2個目ってなにおんなじ鍵2個目ってなにえじゃあこっあこっちのベースメントキーねああ開かないっつああれあれなんか見つけるんだっけここであなんか見つけるのかあわかんねえな つか明るいなそれにしてもこの部屋ベースメントキー2ああっわかったあベースメントキー2え暗くなんの早いなええええなになにやられんのはやだよやられんのはやだよ俺もうもうやられたくないよもう,もうここまで戻ってくんのえなんかえめちゃくちゃ暗くなったんだけどあれ あ俺何鍵閉まってる開かない。開かない。ここは開かない。俺は、あー明るくなったーうわ、マジかよ。ええつかさ、何これえ、あ、これなんか同じアイテムいっぱいあ、これ違うのかあれあれなんか違うなんか、えなんかできんのあれ 2番なんかできるなんだプラスと使われる。あマイナスドライバーみたいな感じこれ。あれそんな感じどこで使うのこれ。もう、青に忘れちゃいましたよ、皆さん。え、じゃあ、これで。うわ、暗いな。1番。2番。あ、つか、めっちゃさ、ミカがキャーとか言ってるけどさ。 えーどうすんのこれ。あれどうすんだっけちょっと、ちょっと調べるかちょっと調べてきまーす。よーし。というわけでね、戻ってまいりました。というわけでね、いや、実はね、さっきまでやってた 3D 青になんですけども、なんかね、ここでね、バグってたらしくてね、なんかいらない鍵とかあったんですけども、なんかね、もう一回やり直しました。で、ここにね、なんかあった。よし、調べてみましょうか。えー、ベースメントキー。あっ、 あ、これで、これでね、なんかね、ここにね、入れるはず。よし、行きますよ。おー、行けるーこれで、OK かなえー、これで何すればいいんだこれ、一回入る入ってね、意味なしと。えー、じゃあこれはこっちはおー,おーおお、あ、なんだ急に暗くなった。あ、終わったははははは。<laughs> よーし、というわけでね、皆さんご視聴ありがとうございました。いや、どうでしたか3 d オーに。<laughs> いや、意外と怖かったよな。うわ、いろいろな方がね。あ、うわ、あ、なんだなんか音がしたぞ。なんかね、あの、作ってくださってるということで。まあ、皆さんもね、これ無料でできるんでね。あの、ぜひともね、やってみてください。というわけでね。まあ、ちょっと飛ばすか、これ。よーし、というわけでね。皆さんご視聴ありがとうございました。3D 青鬼でした。ぜひともね、皆さんもやってみてください。というわけでね。次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ